はい、英語物語最終日2週目の方のアカウントで対戦イベントをやっていきますということで、昨日までは昨日か、日風コスト無制限ではこんな感じのデッキでいったんですかね。まあ見ての通り、現突はほぼできてなく、それも育ても終わってないという、非常に他の人からしたらムカつくかもしれんひどいデッキですけど、まあ初めてどんなもんすかね。ちょっと待ってくださいね。初めてあ、これじゃないな。一応日数的には145日継続しとるんですけど、ちゃんと問題解いて始めたのがここ1週間ぐらいかな。ペース的にあれだな、1日400はノルマにしてこなしたいですよね。それで今中部まで来て、中部のどこですかね、新潟ぐらいまで行ったんかな。そんでまあ対戦イベント中心のキャラを集めて、学習で言うと英検1級中心やって、もうすぐなんとか全問出せるような状態になってきたんですかね。それで英検問題でいけばこんな感じですかね。罰のあれだね、上位は本当にちょっと初見から想像できんけど、一回も答えれんってやつからで、ここら辺はさすがにだね、本当に何遍も繰り返して落とし込みたいとこですかね。それで話を対戦イベントに戻して、まあ昨日まではこんな結果で勝率5割もないところないっすね、5割ないところで、まあまあまあそこら辺は問題の正答率は、でも服部武史 BTC まで42でやっとる方だと、も同じ人がやっとるから問題の正答率は変わらないですよ。デッキ自体が違う、聞いたって向こうだって今回6割ないぐらいだから、威張って言えるような強さじゃないですかね。てか弱い部類ですかね。で、今日はこんな感じで、まあ手持ちのキャラを集めて、全属性77ということでやってきまして、昨日よりはちょっと勝率戻ったかなーって。それでも5割いってないというところで。まあこれで、とりあえず最後にして今日は、あとは英検問題をずっと解いて、ノルマをこなしましょうというところでやっていきます。デッキがそうだな、問題がほぼまあ9割8割全体的に見て答えれるとすると、どうだろう、やっぱデッキの方の重きが多いかな。あとこの環境が違う時、自分の最初からやっとった方 BTC42 の方だと5対5になるケースが多いけど、この今の2周目の方だとデッキが弱いせいか、周りも似たようなデッキになって、なかなか5人集まらんっていうのが多いですよね。5対5にならんケースが結構3-3、4-4が多かったですね。そんだけ環境も違うんだなぁと、ね。まあ、蹴っ飛ばしてもいいよってあるんだよね。マウスもあれだもんね、この、派生英語、和製英語ということで、パソコン関係の英語って全部そうだもんね、インストールとか。あの渋滞するとかあれそうだもんね。重いっていうのそうだもんね。Long time no see. Good for you. Take it easy. You are welcome. Long time no see. やっぱあれだな、スズメはそのコストと使えるスキルって考えることあるだとやっぱ使うわな。相手が水を折る可能性っていうのはみんな避けるかもしれんけど。確率的な問題で、トゥーフテイシだとあれだもんね、笑うためになるもんね。トゥーフテイシと同名詞も本当あれだね、もっとみっちりやらんと。英語物語で本当スタディサプリを併用しとるという感じで、英語物語やるまで俺英語の何、中学とかなんか全く勉強しないから、トゥーフテイシが未来思考で、同名詞がネクラで、過去思考って、ああいうこと全然知らなかったですもんね。
accomplish。 このね、弾が地味にね、 accomplish。 なんか5対5でも狙われるんですよ。結構置物にされてなんか生き残るケースが多い。あの眼中にない感じなんでしょうね、多分。 mad、 lazy、 crazy、 gentle、 noisy。 あの相手のあれ構成いいね。 crazy。 ゴー先生にダム組んで回復じゃない、蘇生だもんね。ダムダムだな。ゴー先生やっぱめんどくさいな。でもあのコストが微妙に使いにくいんだよね。ん、どうした、落ちた。俺みたいになんかニュース見とったりなんか他事やっとって、あ、落ちたな。Dislike, disgust, confession, shame, pride。 本当はでもこれもさ、Disgust。 はい、感化1対1にすると完全英語力になるか、デッキ構成じゃなくなるな。問題ミスしん方があれだもんな。そこら辺もあれだね、ついでもなんかいろいろあったね、意見じゃないけど。 Crack。まあいろんな人があるから意見はありますよというところで、まあでもやっぱあれだな、文法問題、TOEIC文法問題、英検問題はやっぱ出してほしいですね。特にあれだね、自分のやっぱ間違える問題を出したいよね。そうしないとやっぱ成長にならんし。だって最初はやっぱ英語を覚えるためにみんなやりだしたけど、ゲームが面白いもんで、し、なんかこのキャラの収集要素が楽しくなってきて、結果的にキャラ集めたり対戦で勝ったり協力イベントでクリアしていくとかが目的になっちゃって、その過程が英語を覚えることになったので、目的と手段が逆転になっちゃうもんね。あれ自分にもよく言い聞かせるんだよね。で、違う風になってるよっていうのを。タゲがなかなかあれだな、シュッとできんやな。これ今 iPhone でやったんですけど、iPhone の大きさに指が慣れてないっていうの。別に指でかいわけじゃないですけど。やっぱそうだな、全員回復あれだ。あ、でもあれか、100% だで、こっちの方がいいか。Responsible, smart, young。っていう判断がいるんだよね。Grown。それは別に対戦しとって他の人にも求めとるわけじゃないし、自分もしょっちゅう画面見てなくて間違える一方。Thanks。意外にでかいよね、 100% 回復させるやつを他のが先に回復させて、全員だけど 1% とかね、少しの体力回復させるって、そこら、まあそれ言い出したらあれですけどね。 Thanks。 これ今度からちょっとあれだな、ちゃんと画面見てタゲしてやるようにしてきゃいいかな。俺だけだね、多分こんな スマホ2台でなんか Mac でなんか見たりしながら、いかに集中力のないなんかマルチタスクしとるかで、これ他の人見たら絶対怒られるんだよね。俺が大体問題何答え忘れたり、タゲしてなかったりスキル押さんかったり、大体見てないね、ほとんど見てないんだけどね。まあひどい人ということで、まあとりあえずそんな感じでやってきて、これからは一応ニニギと広島のもみじ先生と、まあ集会用のキャラを集めてたんで、あと自分の方の BTC42 の方でやっとるで、対戦イベントのいるやつは分かるから、それだけまあ中心に集めて、あ、協力も分かるか、どういうのを使うかとか、師匠とかそこら辺だもんね、まんまんとか、まあ、そういうとこ中心に集めて、まあどっちかよりでもやっぱ問題こなすことを中心にやっていくかな。でやっぱ目的を履き違えたくないでね、手段が目的になっちゃうとキャラ集めたり、それこそ金に物言わせてガチャ引きゃいいという感じになりますね。まあそんな感じでやり始めて、そんなに経ってないデッキでもまあ一応対戦自然回復で確認せずにできますし、英語楽しめますし、英語物語問題多くておすすめですよということで、はい、そんな感じで以上
英語物語エジプト復刻イベント最終日、属性縛りなし、コスト制限77でした。まあこちらもあれだね、両方7割ぐらいを目指せるようなデッキ構築と多元に英語解答率なんかを目指して、まあ毎日精進していきたいですという感じで、こんな感じで終わり。